はい、どうもめちゃねるです。本日私はですね、5月19日に開業いたしました東急歌舞伎町タワーの中に入っておりますベルスター東京さんの方に宿泊させていただいておりまして、16時までねレートチェックアウトいただいてるんですけど、この後ですね、会下にあります同日のね5月19日に開業しましたホテルグルーヴ新宿さんの方にね移動していきたいなというふうに思います。チェックアウト前にチェックインして、チェックアウトして移る、最高ですね。はい、これはね、GHA ディスカバリーのね、チタンステータスを今保有しているので、そういった恩恵を受けられます。まあ、ただですね、アップグレードにつきましても、レートチェックアウト、アーリーチェックインにつきましては、客室のね、空室状況によりなので、必ず保証されているものではありません。一応ね、これからとりあえず、ホテルグルーヴ新宿さんの方をね、めっちゃ楽しみです。チェックイン手続き向かっていきたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、ではね、これから、ホテルグルーヴ新宿さんの方にチェックイン手続きね向かっていきたいと思います。ベルスター東京さんからねチェックイン手続き向かう感じですね。はい、グルーヴホテルはねこちらからも行けるんですけど、正規ルートの方からね向かっていこうと思います。ということで、こちらのホテルグルーヴ新宿さんの方のねレセプションに向かっていきます。はい、こちらがねエレベーターホールとなっております。まあ、今ね3時なんでちょっとね混雑してるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、エレベーターにつきましてはベルスター東京とね、ほとんど一緒ですね。ゴジラの頭見ていただくことができます。あんな感じですね。はい、ということで、ホテルグルーヴ新宿さんの方にねやってまいりました。はい、チェックインの方はですねこちらね、もう事前に決済するような形ですね。はい、ということでこのお名前とか、予約番号で入れていただくという感じです。なんか事前にメールが来てですね QR コード出してたと思うんですけど、ちょっとねお名前の方でやっていきたいなと思います。はい、サクッとねチェックイン手続きが完了いたしまして、今日はねまたアップグレードいただきました。ありがとうございます。じゃあね早速お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、本日ね38階のパークロイヤルスイートにね、アサインいただいております。はい、ホテル内にはねランドリーとかもあるみたいですね。楽しみです。はい、ということで38階の方にねやってまいりましたが、本日はね3806という感じです。結構ねおしゃれなんですけど、結構ね暗い、はい、角になりますでしょうかね。はい、ということでね本日はこちらのね3806ゴーストになります。結構ね暗いですね。はい、では入っていきましょう。おー、いいじゃないですか。はい、めちゃめちゃおしゃれです。面白い、こんな感じのお部屋早く見たいですよね。はい、ぐるっとねちょっと見ていきましょうか。いやー素晴らしい、こんな感じのねお部屋でございます。マシャルナンプとか、はい、いやーいいじゃないですか。これはねテンション上がりますね。はい、ということで、お部屋のね詳細を見ていきたいなというふうに思います。はい、ではね玄関の方に戻りましょう。はい、ということでですね本日はですねエレベーターホール出てこちらですね、新国立競技場がここら辺にねある感じ側になってます。他はどうなんだろうな、ここら辺がジャパニーズスイートとかなのかな。はい、で、起こさないでください、清掃してくださいがねレコードになってますね。なんかこういったところがね、ライフスタイルデザインホテルみたいな感じですね。で、こちらクローゼットね、やっぱり扉が、ないタイプになってますね。で、足元の方には、スリッパ、こんな感じでございます。結構ね、ふわふわ。はい、ちょっとね、後で開けて見てみたいと思います。はい、スリッパはね、こんな感じのふわふわですけど、黒い感じのね、スリッパとなっております。はい、で、入っていただいて、左手にですね、このようにね、姿見の鏡がございます。はい、そして、
入ってですね、すぐね、左手側、こちらがね、お手洗い。こんな感じでね、白を基調にした感じの、ウォシュレットですね。まあ、自動でね、開く感じではございません。でね、面白いのが入ってね、右側、はい、こちらなんですけど、なんかね、キッチンみたいな感じ。そして、ここにね、セキュリティボックス、セーフティボックスがあって、これは何ですかね、荷物置く台とかなのかな。で、ランドリーバッグがあったりしますね。はい。なんかね、面白いですよね。ここもハンガーみたいになるのかな。はい。で、こういったミニキッチンみたいなね、感じですけど、ゴミ箱があって、こんな感じでハンドソープとか、まあ、洗面台ですね。おしゃれ。ここら辺も開くのかな？開きはしないんですね。で、お水があって、ティッシュがあって、そして電子レンジ。これもなんかレトロ風ですけど、なんかね、めちゃめちゃ、おしゃれな感じ。そしてマーシャルのね、このワイヤレススピーカーなのかアンプみたいなのがね、ございます。で、ドレッサー代わりの鏡ですね。はい、こんな感じ。ここら辺も開きますけど、まあ、特にね、何か入ってるっていうことではないですね。収納スペースが一応あると。あ、電気ケトルがね、足元にあって、ここにはね、冷蔵庫がございます。中はね、特には入ってございません。はい。で、こちら側はね、もうパイプスペースという感じですね。で、こちらがテーブルがあって、おしゃれなね、照明が、このようにございます。で、こちらがね、水回りですね、洗面台。まあ、こんな感じで、鏡もね、非常に大きい。ね、こんな感じ。ここにバスローブとかタオルかけていただくフックがあって、はい。これは何だろう。あ、間接照明のね、電源ですね。で、コンセントが1箇所と、ホテルグループ、ここにね、ジュエリーとか置いていただくことができます。で、アメニティはこういったところに入っているという感じです。こんな感じ。はい。で、ここにもね、ハンドソープがあって、歯ブラシだったりとかコップ。はい、こんな感じです。で、タオルとかですね。で、ここら辺に、ヘアドライヤーがございます。当初ね、予約を取ってたのが、ジャパニーズスイート、畳スイートね、のお部屋なんですけど、そこもね、基本的には4名でね、過ごす感じなんですよ。で、ここもね、ロイヤルパークスイートにアップグレードいただきましたが、やっぱりね、4名なんでしょうかね。ね、コップが4つありますもんね。はい。で、こちらドライヤーにつきましては、パナソニックのイオニティとなっております。まあ、間違いなく安定したやつじゃないですかね。はい、こんな感じです。で、こちら側には、空です。はい。で、下にもね、バスタオルがあったりとか、こういった感じでね、入れていただくことができる。カゴがあったり、ゴミ箱があったりしますね。はい。そして、バスルームですね。はい。これもね、いい感じですね。あ、ボディウォッシュとかね、備え付けのものとなってます。ホテルグループという感じですけど、ここはなんかね、メーカーとか特には書いてございませんね。はい。で、右側にね、回していただくと、レインシャワー、左がハンドシャワーとなってまして、こちら、見ていただいてわかるんだけど、結構高い打点のレインシャワーがね、ございます。で、バスタブがこのようにあって、これ開けていただいてね、はい、こういう感じで、レイ君見ていただいたりね、できます。お部屋もね、こうやって見ていただいたりすることができますし、まあ当然ね、上げていただくことも可能ですけど、こんな感じでね、あ、ビューもいいですね。はい。あ、ちょうどね、ゴジラを、見ていただくことができるという感じになってますかね。はい、こんな感じ。上に上げていただくことできるのかな？上がんないで、角度だけなっぽいですね。できるのかしら。はい。ちょっとね、わかんないですけど。上には上がらないのかな。はい。という感じです。ね、バスタブもね、結構ゆったりしてて、この浴室もね、めっちゃ大きいですね。まあ、シャワーとかはね、新しいんで間違いないとは思いますけど、念のため出しておきましょうかね。はい。まあ、こんな感じの水圧となっております。十分ですね。はい。それではですね、こちらの洗面台を抜け出しまして、主寝室の方にね、向かっていきましょう。で、レイ君もフィットしてますけど、こんな感じでコーナーソファーがあって、こういったね、椅子なんかも、またね、タイプが違いますけど、非常におしゃれな感じですね。はい。こんな感じ。ライブは今日はここかなっていう感じですね。はい。で、こちらですね。
はい、ペンダントライトの、こちらつきましたね。ペンダントライト、これがつきました。で、キッチンの方も電気が、ここ上にね、はい、LED のダウンライトがありました。これがね、つきました。で、レトロな感じの時計があって、メモ、そして電話機ですね。足元灯もございます。で、こちらですね、はい、ウォール、調光でね、こうやって調節できるんですね、ライトをね。で、フットライト、ルームライト、エントランスのライト。LAN ケーブルがここにあるんですね。ちょっと伸ばさないといけないです。で、USB-A と、ドライヤーは使っちゃダメよって書いてますけど、コンセントがございます。で、ベッドがね、キングサイズのベッドがドーンとあります。で、テレビね、お部屋が広いんでちっちゃくなんか見えますけど、なんかね、75インチ、あるみたいですね。非常に、おしゃれな感じのね、テレビとなっております。テイ君どうですか？こちらのお部屋。で、パジャマが、ルームウェアね、ございまして。で、ここもね、座っていただいたりできますし、テーブルもある。はい、ということですね。まあ、こんな感じで。あと、空気清浄機が、このようにあったりとかして。まあ、コンセントはね、刺さってないですけど。はい。まあ、電源つけておきましょう。はい。で、こちら側にも、USB-A と、コンセントがね、1箇所ございます。で、エアコンのですね、コントローラーはこちらにございますという感じです。まあ、非常にシンプルですが、非常にね、おしゃれな感じで、絨毯なんかもガラガラでね、いい感じですね。で、ここのカーテンね、ちょっと開けてみましょうか。はい。こんな感じで。いやー、天気ね、だいぶ良くなりましたね。はい。こちらね。はい。新国立競技場とか見ていただいたりとか、スカイツリーがね、正面だったりとかしますね。ですから逆にね、富士山とか見える方の側ではない、反対側となります。ただ、ゴジラのね、頭を見ていただくことは、できるビューとなっております。はい。いかがでしょうか。いやー、いいですね。そして、ここね、クロームキャスト、利用はできるんで、なんでしょうかね。ベルスター東京さんというように、テレビでね、利用していただくことはできますけど、一応 HDMI とかね、利用ができるという感じになっております。テレビのリモコンとかが見当たらない。あ、ここにあった。まあ、全くね、同じタイプのものじゃないかなというふうに思います。はい。本日ね、こちら、昨日5月19日に開業いたしました、ホテルグルーヴ新宿さんの方にお邪魔させていただいております。いかがでしょうか。いやー、いいですね。はい。そしてですね、取り忘れておりましたが、こちらのですね、引き出しの中には、マグカップとかコップですね。はい。お茶類が、やっぱりね、4人分ある感じですね。スプーンなども、ございます。コーヒーなんかもね、なんかこだわってですね、ホテルグループ新宿、丹波屋コーヒーっていうんですかね。新宿丹波屋コーヒーとコラボコーヒーみたいな感じ。すごいですね。はい。クリーミーパウダーとか。そして伊藤園の緑茶。はい。これ嬉しいですね。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度の方出ました。ダウンロード下りが 20Mbps、アップロード上りが 22Mbps で、Wi-Fi 速度が 160Mbps となってまして、まあ、ほぼね、昨日宿泊させていただきましたベルスター東京さんと一緒という感じですね。まあ、多分同じだと思いますね。はい。ただ、こちらもね、有線 LAN で今 PC は接続できてますので、比較的ね、ライブの方は、安定したライブをお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということですね、本日はベルスター東京さんの方からちょっとね、買い下下がりまして、こちらの、はい、ホテルグループ新宿さんの方に移動してまいりました。もう感じとしてはね、こういう感じでもう、自動チェックイン機でね、チェックインをして、ルームナンバーなんかもレシートにね、書かれて、領収書も出てきて、機械からルームキーがね、出てくるという感じで、先日ね、開業して宿泊させていただいた、三井ガーデンホテルさん、横浜みなとみらいプレミアさんとやっぱ同じような方式かなというふうに思います。まあ、そこら辺でね、やっぱりベルスター東京さんと、ホテルグループ新宿さんの方でですね、コンセプトの違いっていうのがね、あるのかなというふうに思います。で、GHA のですね、特典でですね、こういう感じでね、ご案内もいただいておりまして、17階のですね、バーの方でですね、ジェラート、もしくは、カクテルをね、こちらの引き換えにですね、お一つプレゼントしますということで、2ウェブでね、2枚、いただいております。そしてね、まあ、チェックイン自体はね、まあ、今日アップグレードいただいたんですけども、もともとジャパニーズスイートから、
予約を取ってたものが今ね、なんとロイヤルパークスイートにアップグレードいただいて、そのお部屋の調整でですね、チェックインがまあ15時ちょっと過ぎぐらいという感じだったんですけど、まあお部屋の状況によっては11時から、アーリーチェックイン、そしてね16時までのレートチェックアウトなんですけど、明日はねやっぱりちょっと混雑しているということもあって、まあお部屋がお部屋っていうこともあるんですけども、明日は12時までという形でございます。でこちらね、17階のジャムセブンティーンの方でお食事代が 25% 割引になったりとか、GHA ディスカバリーのディスカバリードルっていうのがねポイントとしてあるんですけど 7% 還元いただけたりとか、まあそんな感じでね、あとジェラートがね、あの暖かい日暑い日はですね結構早めになくなってしまうということなので、早ければ2時ぐらいにねなくなっちゃうということなので、あの早めにね、行っていただくのがいいですよということです。まあ、ただね、チェックアウトの日もあの利用していただくことできますから、チェックイン日がね当然あの恩恵受けられなかったとしても、チェックアウト日にね、10時からあのジェラートもいただくことできますんで、まあ、10時から12時ぐらいとかだったら比較的安定してね、いただけますよということもいただきましたので、まあ、ぜひねあの皆さんもご参考にしていただければなというふうに思います。で今ねチェックインさせていただいてですね、もうねだいぶ天気がね回復して、もレイ君もなんかめっちゃ暴れてるんですけど、まあベルスター東京さんのジュニアスイートよりですね、あの家具がね、置いてないところが多い分、まあ、レイ君がちょっと動けるということで、今かなりテンション高くて、で天気もね回復してですね、本日はあの新国立競技場、そしてスカイツリービューの方でございまして、まあ、スカイツリーね今日5月の20日ですけれども、なんかディズニーとコラボのねライトアップなども時間限定でねされるということで、今日のこの天気だったらね見れそうなんで、それもね拝んでいきたいなというふうに思います。でこちらね当然、まあ、あの初めて宿泊させていただきますけども、やっぱりね昨日もライブとかでねお話しさせていただきましたが、ホテルグループ新宿さんはにつきましては、まあイメージしやすいのはね、皆さんマリオット系のホテルで言えばですね、モクシーさんだったりとか、ロフトさんだったりとか、W さんとかね、やっぱりそういった感じの、ライフスタイルデザインホテルっていうんですかね、みたいな感じで、結構ね、やっぱりおしゃれな感じでございます。本当に、あ、そんな感じだなっていう感じだと思います。はい。ということで、今日もね、楽しんでいきたいなっていうふうに思います。結構ね、明るいんですけどね、今はね、もう17時半なんですよ。で、私、結局ね、あの動画編集しててですね、お昼もいただいてませんので、もうちょっとしたらですね、まあ、バーの方っていうことではなくてね、またね昨日も見ていただいている方はお分かりだと思いますけども、東急歌舞伎町タワーの方のですね、フードエリアの方に行って、今日はね何を食べようかなっていう感じなので、ちょっとね食べに行こうかなというふうに思います。ということで、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいてですね、お食事の方行っていきたいなというふうに思います。行ってまいります。20回のねランドリー&サンドリーの方にね、行きたいなというふうに思います。どんな感じかね見ていきましょう。はい、こちらがですねランドリー&サンドリーのスペースとなってます。こんな感じ。あーすごい寒いとにかくなんか寒いぞここは。はい、あで多分氷なんかもここでから持ってかないといけないですね。なるほど。まあでもね、一般的な料金帯でお酒なんかもね、置いてございます。はい、こんな感じでで、景色もねこのように見れて、でランドリーをねちょっと見たいと思いますけど、両替機なんかもねここにあって、はい、こういう感じ。3分無料とかあります。なんか料金表がねよくわかんないですけどね、まあ、こんな感じで利用していただくことは可能です。はい、そして、ね、今気づきましたけどアイロン台なんですね、これ。アイロンで。危ないね。もし熱くなったら。嘘でした。危ない感じですよね。嘘でした。お洋服さ、乾かそうと。そう。はい。そしてね、こちら LG 製のですね、除菌のやつですね。ここはお金入れるところないから、なんかそのまま使えそうな感じですね。はい。こういうのもあって。面白い。
はい、ということでね、本日もやってまいりました。今日はね、九州に行ってみようかなと思います。はい、ということでね、本日は九州の方のお店にやってまいりました。いただいていきましょう。とりあえずね、いただいていきます。お疲れ様です。うまい。そしてね、鶏皮ですよ。うん、最高。はい、ごちそうさまでした。まあ、夕飯もね、食べてですね、今ね、ホテルの、1個で下の、セブンティーンの方にね、ジャムセブンティーンの方にやってきましたんで、ちょっとね、散策していこうかなと思います。はい、こんな感じでなんかね、映えスポットみたいのもございます。はい、という感じでですね、一応ね、バーのテラスの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、こちらね、基本的にはバーの、ね、利用者に限定して、まあ、入れるという感じなんですけど、ちょっとだけね、特別に、まあ、一応バー入ればいいんですけど、まあ、レイ君連れてきてるんで、ちょっとだけさ、撮影させていただくということで入らせていただきました。ただね、バーのね、バウチャーなんかもいただいてるんで、飲もうと思えばね、当然飲めるんですけど、ちょっと頃合い見てね、行きたいなと思います。じゃあね、お部屋の方に戻っていきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。で、17階のですね、ジャムセブンティーンにつきましてもね、明日ね、朝食会場はそちらになりますので、まあ、宿泊者のみがね、午前中は食べれるという感じですので、そちらの方にね、向かって、まあ、朝食が終わって10時過ぎたぐらいに、ジェラートをね、いただこうかななんて思っております。はい、ということで今日はね、まだ19時回ったぐらいなんですけど、ゆっくりさせていただいてですね、また本日も22時半からですね、こちらのライブアーカイブね、出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただけると嬉しいです。ということで今日もゆっくりさせていただきたいと思います。おやすみなさい。明日の朝食でお会いしましょう。はい、今ね、こちら朝食会場の方にやってきました。2組ぐらいね、お待ちいただいているような状況です。こちらでね、クロワッサンだったりとか、あちらの釜でね、ピザなども、焼いてるみたいですね。すごい、ここで焼いてる感じです。じゃあミルクで、はい、こちらはね、ブリオッシュジェラートなんですけども、ミルクとパッションフルーツでですね、挟んで、いただくことができるやつみたいですね。美味しそう。これジェラートってやっぱり向こうのお店のジェラート。あ、すごい、ありがとうございます。はい、こんな感じです。はい、ということですね、ビュッフェの方ね、取ってきましたが、こちらのジャブセブンティーブレックファストですけども、メイン料理をね、選んでいただくことができます。おすすめはね、やっぱりこの石焼きエッググラタン。私はね、このモーニングスパイシーボールというものを選びました。これね、カレーみたいですね。その他オムレツ、スクランブルエッグがあるという感じです。結構ね、変わってますよね。エッググラタンとカレー頼める感じですね。なので妻はエッググラタン、私はね、カレーを頼みました。そしてね、今見ていただいた通りですね、ジェラートをね、挟んでくれる、サービスもあるんで、これいいですね。種類はミルクとパッションフルーツという感じです。で、
ご飯とかもね、野菜の種類がねめちゃめちゃ豊富なんですよ。はい、まあ、ただここら辺のパンとかね重そうなものもあったりするので、まあ、食べたいものはねやっぱりピックアップしていただいて、食べていただくのがいいのかなと思いますけど、これ野菜本当にね多いんで、いいと思います。そしてねこのクロワッサンとかパン関係ね、あとピザも、こちらのね自家製の釜でね、焼いてるみたいですね。すごいこだわりがあります。はい、そしてですねスパイシーボールの方がやってきました。こんな感じでねアボカドとかもありますけれども、カレーです。ちょっとねおしゃれカレーですね。いやー美味しそう。はい、そして、ね、妻の方の石窯焼きのエッググラタンがねできました。まあちょっとね私のじゃないんで手つけられないので、後ほどね、どのくらいなんかチーズが伸びるのかも含めてね見ていきたいと思います。ちなみにですねこのねクリスピーベーコンとかソフトベーコンが乗っかってたんですけど、このパンはですね持ってこない、持ってこなくていいパンみたいです。ベーコンの油を吸うためにね敷かれたパンで、私てっきりねこのパンと一緒にベーコンを食べる用のパンだと思ってました。気をつけてください皆さん。まあ私は食べますけどね。はい、それではねいただいていきたいと思います。まずはちょっとご飯からいこうかな。当然うまい、ありがとうございます。そしてねこちらがスパイシーボールですね。カレー、アボカドもあります。こんな感じの豆カレーですね、ビーンズカレー、スパイシー、おいしい。ちょっとなんかね東南アジアっぽい感じ、まあ、はい。そして、ね、こちらが石窯焼きのエッググラタンっていう感じですね。まあ、多分卵が、ね、真ん中に入ってる感じなんで、あ、結構ねしっかり硬い感じ。おお、こういう感じのねグラタンです、ね、いただきます。あは、うん、うまっ。その他ね、サラダとかもめちゃめちゃ豊富です、ね、うん。はい、でこちらがねジェラートをね挟んでいただくことができる、スタッフさんの近くにいるスタッフさんにね、ジェラートサンドみたいなのお願いしますって言ってくれればやってくれるみたいなんでいただきます。味はねミルクとパッションフルーツ、今回はミルクいただいてます。うん、うまっ。あ、めっちゃうまい。結構甘め。はい、そしてねこちらの、レストランの方で焼いてるクロワッサンですね。ちょっとね時間経っちゃったんですけど、焼きたてねいただくこともできます。うん、おいしい。ちょっとね時間経っちゃったけど、焼きたてだったらパリパリかもしれない。はい、このピザもねこちらで焼いてるやつですね。うん、うまっ。いやー、結構ね会場も広いですし、お料理の種類もめちゃめちゃ豊富なので、お子様連れはねちゃんと子供用の椅子もねこちらのレストランはあったりするので、やっぱりベルスター東京さんよりはファミリー向けのねお客様が来る想定をねしているのかなというふうに思います。結構ねベルスター東京さんの朝食はね静まり返っててね、お子様連れだとねちょっと気まずい感じになったりする時もあるんで、まあ、騒いでいいというわけじゃないですけど、普通のね、会話が皆さん繰り広げられてますから、こっちの方がね気楽は気楽です。はい、個人的にはレストランはこっちの方が好きかな。はい、今ですねこちらジェラートねバウチャーを利用して、オーダーさせていただこうかなというふうに思います。結構ね種類があります。ベニーモピスタチオとかね、結構ね2時ぐらいには早いと1回売り切れちゃうみたいなので、とりあえずね頼んでいきたいと思います。はい、チョコレートがね出てきました。はい、ということですね、今お部屋の方に戻ってきまして、ジェラートね気をつけないとほんとすぐ溶けちゃう。ちょっとねいただいていきたいと思います。チョコ垂れそうなところからいただいていきます。いただきます。リコもいただきたい、リコもいただきたい。はい、おいしい、濃厚チョコ、おいしい。うん、チョコレートめっちゃ濃厚。もう一つね、パッションフルーツオーダーさせていただいてます。うん、あ、甘酸っぱい。うん、おいしい。はい、いや、これがねバウチャーを利用してですね GHA ディスカバリーの、チタンステータスのおかげで
こちらのね、ジャムセブンティーンのカクテルを一杯いただくか、こちらのね、ジェラートを一杯いただくかという感じでございます。美味しかったです。はい。ということでね、朝食会場の方も行ってきましてね、めちゃめちゃ最高でした。個人的にはベルスターさんのおしゃれなね、丁寧な感じの朝食よりも、やっぱりビュッフェの方がね、好きだなというところです。まあ、昨日電話で、朝食をお一人様2500円って聞いてたんですけど、実はね、3200円。それに、サービス料 8% かかって消費税ということなので、まあ、2人で7000いくらっていう感じですね。まあ、そんなもんかなっていう感じですね。はい。で、これがね、ただ GHA ディスカバリーのチタンステータスで、さらにね、お会計時に 25% オフとなります。部屋付けで最後、チェックアウト時に生産する際に、25% オフとなりますので、結構ね、お得かなというふうに思います。で、一応総じてですね、まあどうしてもね、ベルスターさんとの比較にはなってしまうんですが、まあ、単体で見ていただいても、やっぱりね、ファミリーだったりとか、レイ君連れてとかね、小さいお子様連れは、こっちの方が絶対いいと思います。ベルスターさんはやっぱりちょっとね、敷居が高い感じで、ちょっとね、レイ君の声とかが静かなところでね、ツーンって通っちゃうので、ちょっとね、気使う感じはあります。こっちの方がなんかザワザワしてね、人も多いっていうこともあって、なんか賑やかな感じありますから、まあ、そこまで気にしなくてもね、普通になんか、ファミレスって言ったら、ファミレスではまた全然違うんですけど、賑やかなので、お子様連れにはいいんじゃないかなと思います。で、レストランの方もですね、ベルスターさんはお子様椅子みたいなのが準備がなかったり、しましたんで、小さいお子様連れは間違いなく、ベルスターさんの場合は、インルームの方がおすすめですし、こちらのね、グルーヴ新宿さんにつきましては、レストランの方、お子様の椅子もね、あってですね、やっぱりファミリーとかお子様とかね、お子様連れの方が、来ることを、まあ、きちんと想定されていると。まあ、ベルスターさんが想定してないというわけではないんですけど、まあ、やっぱりね、落ち着いた大人なね、空間かなというふうに思いますね。はい。まあ、ゆっくりちょっとおしゃれなね、デートだったりとか、お食事を楽しみたいという方は、まあ、やっぱりベルスターさんの方がいいのかなという感じはします。はい。やっぱりね、ホテルのコンセプトが全然違うので、こっちの方がやっぱり賑やかでね、マリオットさんでいう、ね、W とか、モクシーさんとか、アルフトさんとか、まあ、そんな感じのね、雰囲気となりますから、まあ、賑やかな感じで。個人的には結構こっちの方が合ってるかもしれないですね。はい。ということで、もうね、今日はレートチェックアウトは1時間だけレートチェックアウトで、12時にはもうチェックアウトという形になります。これからね、まだ10時ですけど、まあ2時間弱ありますけど、ゆっくりね、楽しんで、チェックアウトしていきたいなというふうに思います。2泊ね、開業のホテル、ホッピングさせていただきましたけど、大満足のステイとなりました。ぜひ皆さんもね、試してみていただければなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、そしてね、私、励みになりますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価ね、していただいて、次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。チョコアイス食べたいんで、ちょっと待ってね。